皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回は僕たちネストリングスのメンバーが大会用のガチ 3on3 デッキを使ってバトルを行っていきたいと思います。今回はつぶやき三太郎と野水渉で対戦していきます。よろしくお願いします。お願いします。それではやっていきましょう。ショー。今回つぶやき三太郎が使っていく 3on3 デッキはこちらになります。1機目はヘルズチェーン 560O。 今まで野水渉と俺がバトルするときは結構俺がアタックを使うことが多くて、で前もアタック同士だとちょっとぐちゃぐちゃしちゃうようなバトルが多くなるから、野水は持久系を使うことが多いみたいに前の収録の時とかにも言ってて、なんで今回ちょっと俺が持久側使ってみようかなって思ってこういうカスタムにしてます。アタックじゃなくても勝てますよっていうところを見せていきたいなと。で今回このヘルズチェーンも結構綺麗に調整してうまく回るようになってるので活躍してくれるのではないかと思います。でヘルズチェーンの特性の相手が高い時と低い時で性能が変わって、弾き飛ばしたり逆に受け流したりできるので1機目に持ってきてどんなベイにも対応できるようにしています。2機目はヘルズサイズ 360B、 持久系といえばこいつって感じのカスタマイズです。まあ、ラチェットの部分は4で使ったり80で使ったりとかちょこっと変わったりもするんですけど、ヘルズと B の組み合わせは持久系の中でもまあ最強なんじゃないかと思います。今まで俺がヘルズサイズ使うとき結構金色のレアベイのヘルズサイズ使うことが多かったと思うんですけど、なんか相性が悪くって俺が金ヘルズ使うとなんか思いもよらない負け方ばっかりしてて勝率がめちゃめちゃ悪いんですよね。なのでちょっと今回色を戻して黄色のヘルズサイズにしてみました。なんか金色だと相性悪くって、これでどうなるかも見ていきたいと思います。で3機目がドランソード 380T。 この組み合わせも結構前から使ってる組み合わせで、 T のビットがロックが硬い、まあどちらかといえばアタック寄りのロックが硬いビットではあるんですけど、この組み合わせだとどっちかといえばアタックっていうより持久系として戦うようなカスタマイズになってるので、こいつも持久のつもりで俺は戦わせていきます。なのでオーバーとかよりかは持久で1ポイントを取るつもりのカスタマイズです。今回はこれで戦っていきます。はい、というわけで今回野水渉が使う 3on3 デッキがこちらになります。1機目はナイトシールド 560HT。 これもともとはつぶやきさん太郎がナイトシールド 560R ラッシュのカスタマイズで使ってたベインで、対アタックにおいて結構強くて、で自分からねバーストやオーバーも取りに行けるみたいなベイだったんですが、ちょっと持久力がね不安になる点が多くて、それを補えるように、私はハイテーパーに変えてやっています。シャークエッジとかドランソードみたいなアタックが来た時にアタックを守り切って、でテーパーの持久力で最後持久勝ちをするというスピンフィニッシュを取るようなベイになっています。つぶやきさん太郎はね結構アタックタイプを使うイメージが多くて、1機目はねシャークエッジとかドランソードみたいなアタックタイプのベイが来ると読んでいるので、これで完封してスピンフィニッシュ取ろうかなと思っています。でこのナイトシールドは若干ブレるように調整してあります。かなり綺麗に調整はしたんですが、560の中でねややちょっとだけブレるような個体を選んであります。やっぱり完全に綺麗な状態で組んでしまうとアタック力がねちょっと下がってしまうような気がして、相手をねオーバーやバーストで勝てるっていうタイミングがなくなってしまったので、あえて若干ブラすことで勝ち筋を増やしています。持久に関してはその分弱くなるんですが、やっぱりねヘルズサイズ B などのアタックしないと勝てない相手に勝つためにはそういうことも必要かなと思い、綺麗に完全に綺麗に調整できるやつじゃなくて若干ブレたやつにしてあります。結構いろんな勝ち筋があるけど一つ一つはそんなに大きくないみたいな器用貧乏みたいなカスタマイズになっていると思います。結構でも強いと思います。そして2機目はシャークエッジの 460P。 やっぱりその2ポイント取れる、バースト取れる、エクストリーム取れるとシャークエッジはデッキに入れておいて結構損することはないので、まあここにねアタックタイプとして入れてあります。相手がヘルズサイズ B などの強いベイを持っている場合にフォースベイ以降でねこのシャークエッジが牽制力になったりもしますし、実際2ポイント取ってくれればね、ナイトで1ポイント、
シャークで2ポイントないしはエクストリームで3ポイント、ドランで1ポイントみたいな、そういうプランも練れますし、性能としてはかなりピーキーなね、アタックに振ったような性能になっているんですが、 3on3 デッキの中では結構器用な立ち回りをするようなベイになっていると思います。ビットを P にしてあるのはシャークエッジ R などと持久対決するときに最終的にね中央にとどまって P のおかげで持久勝ちをするとか、P のおかげで姿勢を正して勝つことができるっていう展開があるので、まあ、ワンチャンそれも狙って P にしてあります。そして最後がドランソード 360T、まあ、これもつぶやきさん太郎のカスタマイズからもらったものではあるんですが、やっぱりねドランソードのアタック力と持久力両方活かすのに結構おすすめな強いカスタマイズになっていると思います。なんやかんやデッキの中に最終的にずっと残ってるのはこのドランソードだなと思いました。まあ、普段ねヘルズサイズとかも使ってたんですが、やっぱりね1ポイントしか取れないっていうのと、結構自分がオーバーやバーストで負ける展開が多かったので、今回はヘルズサイズを抜いてアタッカー2枚、ディフェンス1枚、でも全部基本的にはシャーク以外はスピンを狙うという、ちょっとなんて言うんでしょう、特殊なカスタマイズでやっていこうと思います。それでは対戦に移っていきましょう。シュートポジションを決めるじゃんけんをしていきます。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、左側です。お互いのファーストベイ、せーの、じゃん。ヘルズチェーン 560O、 ナイトシールド 560HT。 あ、マジヘルズチェーン、意外でしょう。意外だわ。俺が使うと思わんかった。思わんかった。ファーストバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュン。ナイトシールドに2ポイント。どういう当たり方したんだ今。マジ、なんか跳ねるようにしてオーバー取れちゃった。たまたまです、これは。運が良かった。運が良かったです。いやー、なんだ今の飛び方、マジでわかんねえ。せめて1点にしてくれ。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。ヘルズサイズ 360B、 シャークエッジ 460P、セカンドバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュン。さあバースト取りたい、大変だからバースト取りたいぞ。いや、スタミナがもう、さすがに大丈夫でしょう、斜めすぎる。よしよしよし、スピンフィニッシュ、ヘルズサイズに1ポイント。よし、いや、こういう展開をやりたかったんだよ。そうね、チェインでもね。お互いのサードウェイ、せーの、じゃん。ドランソード 380T、 ドランソード 360T、 サードバトルレディセット、3、2、1、ゴーシュン。オーバーフィニッシュ、ノミズワタルのドランソードに2ポイント。よってこの勝負はノミズワタルの勝利だ。ちょうどいいとこにいてくれたって感じだな。いやでも俺1戦目のが一番きつかったな。そう、俺はまあしゃあないって感じはする。そうそう、ね、ここはまあしゃあないって感じするわ、うん、というわけで 3on3 バトルが終わりましたが、いかがだったでしょうか。いやー、運が良かった、特に1戦目。それなんだよな、1戦目本当、ね、うん、せめて1ポイントで抑えててくれればな。一応ね、まあ、デッキ紹介でも話したと思うけど、僕のナイトシールドのコンセプトは、うん、まあ、オーバーやバーストも取れるけど、対シャークエッジとか、うん、コバルトドレイクみたいなアタックタイプを対策して飛びづらいような、でバーストしないためにハイペーパーを使ってるっていうカスタマイズだから、一応ねヘルズサイズとかチェーンをオーバーするっていうことは可能ではあるんだけど、あんな感じでオーバーすることはまあないね。そう、当たり方もなんかすごい激しくぶつかってぶっ飛ばしたって感じでもあんまないもんね、うん、あれ、うん、なんかポヨーンって飛んでった。あれほんときつかった、まあ、そのおかげの2ポイントとね、最後のドランソーダ、まあ、多少は狙ったんだけど真ん中をね、うん、若干遅らせて真ん中通るようにはしたんだけど、たまたまねいいとこにいたっていう感じかな、まあ、ドランソーダのはちょっと仕方ない感じはあるけど、うん、いやでもやっぱヘルズチェインだな俺は、うん、ちょっと今回
矢面に立たせてちょっとここでね気持ちを引き締めてもらおうかなって思って、そうね、心入れ替えてもらってね、そう、これからまた使う時にはねちょっとちゃんとチェイン活躍してくれたらいいな、うん、まあチェインが悪かったというよりはなんかもういろいろ悪かったようなね運が悪かったとしか言いようがない感じだしね、うん、でもやっぱりねその公式大会に出てて思うけどオーバーが多いからこうやって、うん、でスピンはやっぱ1ポイントしか取れないからこうオーバーをね連続して取っていくとかもういっそオーバーだけ狙うみたいな、うん、そういう戦いがやっぱり有利になるというか勝ちやすいかなっていうふうには正直感じるところはあるね。そうだね。でアタック使ってる時はこのシュートポジションもね左側の方が俺はアタック決めやすいなって思ってるんだけど、うん、今回ちょっと久々に持久デッキ使って それで左側じゃんけんでね左側取れたからまあ多少は有利になったかなって思ったけどオーバー2回も決められちゃったな。そうね。でもね俺は持久タイプよく使うって言っても大会ではもうあんま使わなくなっちゃったんだけど、うん、持久タイプ使う人でかつね大会とかでね持久タイプ使って勝ってる人のバトルとかを結構観察して見てるんだけどやっぱ左側の方がね持久タイプも有利な感じはするね。うん、というかアタックタイプの有利な点を潰すために持久タイプも左に立った方が有利みたいな感じかな。いやあのねエクストリームラインを逆走できるから、うん、左の方が有利かなって思ったね、うん、ちょっとね俺自分ができるかどうかわからないんだけどやってみてもいいか。どうぞ。ちょっとヘルズサイズ借ります。成功率は 30% 未満です。まあ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 上手い人だったら毎回できると思います。 3,2,1,5 まあまあまあ乗っちゃうのは違うんだけど今のやつがうまく決まるとねエクストリームラインを越えて逆走するんだよね。うん、初手でここの上を滑らせていくやつね。まあちょっと違うけど、まあ、こういう感じで、まあ、30% ならこれで決まります。あ、惜しい。あ、でも途中までは行ったけど、そういうことね。これをここまでできるやつがあるんだ、うんうん、あのだいたいこの辺にこう落としてラッシュ目に落としてこうやって回っていってここに来て降りていくみたいな、うん、この逆走ができるのがこっち側の方がやっぱやりやすいんだよね、うん、ライトサイドでやろうとするとこの辺にこういうラッシュで落とす、うん、とこう動いていくからそれもできるんだけどここに落とすとね相手の、まあ、レフトサイドの人がアタックタイプ使っててこう落とされた時にここに当たってそのままオーバーみたいな、そう奥に行くまでのねここの区間、そうそうそう、この区間が超怖いんだよね。そうこの区間マジで弱いからこの区間の時にこう当たるとね、うん、ちょっとオーバーしちゃったりはするんだけどこっちからだとねこっからスタートできるからこう相手がエクストリームライン乗って、まあ、殴りに来ました、ここで当たります、まあ、ここだったら自分は壁ですと、うん、まあ、たまにこう反射してこっちまで行っちゃうこともあるけど基本的にはフリーを背負ってないと、うん、オーバーしづらい場所にいます、でこう逆走してるから、まあ、この辺でこう当たったらエクストリームダッシュ当たったらまあかわいそうで終わりなんだけどこの辺にいたらもうねまず当たることはないから、うん、で最終的にここまで来てこう真ん中戻る時も一応背中じゃん壁が、うん、真ん中からこうやって降りてくるから、だから結構長時間の間相手の攻撃を避けながら自分が有利なポジションを取り続けられるからちょっと今はうまく決まってないんだけどここをきれいにこうやって逆走できるシュートを毎回決めることができたら持久タイプはいい動きができるかなとは思ってね、うん、でこれがやっぱりレフトサイドがやりやすい、ライトサイドだとちょっとしたアクシデントが起こりやすい、そうね、から持久もねそしてアタックもねレフトの方がなんかいい感じはしちゃうなと思うね。つぶやきさん太郎特にアタックに関してはレフトサイドの方がいいって感じてるところあるんだよね。もう断然断然断然そう俺もは分かる、ちょっとね ライトは難しいなと思う、うん、まあいやでも本当に今回はねそのヘルズチェーンのやつが運が良くて勝てたって感じはするけど、まあこのあとフォースベイとかに進んでいたとしても、うん、俺はシャークエッジを持ってるので、そうね、そうフォースベイでシャークエッジが出てきてドラン以外だったらバーストやオーバーも取れますけどどうですかっていうことができるから、うん、シャークエッジも強いね、やっぱりデッキに一つ忍ばせとくと相手のフォースバトル以降の行動を制限できる可能性がある、うん、点差によって使い分けできるからね、うん、フォースはで、しかもそこでね相手がじゃあ俺はドラン選ぶかしかないかってドラン選んだら、いやナイトシールドでいきますけどみたいな、うん、ことも読み合いでできるから、シャークエッジはマジでね入れとくと相手の動きを制限したり抑制したりできるって意味でも強いなと思ったね。もちろん点数取るのも強いんだけど、うん、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。